はい、皆さんこんにちは。Nビューティークリニック銀座院長の皆さんです。今日も、糸のリフトアップの動画になるんですけども、ちょっと協力していただける、患者様がいらっしゃるので、ちょっとカウンセリングの風景と、あとは、お悩みを聞いて、その悩みに対して、どういうふうにこう糸のリフトをデザインしてアプローチしていくかっていうところを、ちょっとお伝えできたらと思いますので。はい、じゃあ本日はよろしくお願いいたします。じゃあ事前のね、カウンセリングでもね、一応もうお伺いしてるんですけども、ちょっと自分の今一番気になってる箇所っていうのを、ちょっと聞かせてもらってもいいですかね。ここら辺です。やっぱりこの頬の、特に口角の横の頬のこの横のボリューム、こういうところのボリュームがちょっと気になるっていう感じですよね。今のお顔の状態をちょっと頬の使い方を用いてちょっと説明させてもらうと、右側の方が頬骨が結構張ってる感じ、こっちの方が頬骨の張りが強くて、なおかつ頬全体的なボリュームとしてはこう右側の方が多いっていう。なので右側の方が、骨格もしっかりしてるし、なおかつ右側の方が、こうボリューム、肉付きもしっかりしてる。で、左側の方は比較的頬骨はあまり張ってなくて、で、それにつられるように、こう左側の方がボリュームの量も少ないっていう、そういうお顔の特徴になってくるので、でなおかつ、よく見てみると、右側の方がその頬の膨らみっていうのもちょっとだけこのやっぱり下顎骨のギリギリのところまでこう下がってる印象があるので、なので今回は使う糸の本数は右左22で、同じ本数でこうやっていくんですけども、やっぱり右側の方がちょっとこう、ボリュームも多くて、こう下の方までボリュームが下がっているので、ちょっと右側の方がちょっと深めに糸を挿入して、なおかつちょっとこの骨のギリギリのところまで追いかけるようにデザインさせてもらうというイメージになりますね。それで、今回はもう結構部分的なこの頬横をいかに上げるかっていうところになってくるので、糸のその、注入のラインの、イメージとしては、一応この図がありますよね。大体耳がここにあるんですけど、通常はね、この頬骨を中心に、ちょっとこうリフトアップデザインしてこう上げていく感じにさせていただくことが多いんですけども、今回の場合は、ちょっとここにこう耳があるんで、ちょっと耳の手前付近に注入点を作って、この頬の株のボリュームをぐーっとこう 耳の手前で、耳の手前ってちょうどこう見てもらうと骨にちょっとこうくぼみがあるので、そこにこう移動したボリュームをこうはめ込むというか移動させるっていうようなイメージで、実際に注入法はさせていただきたいと思います。はい。事前に聞いて、疑問点とは聞きたいことはありますか？いや、もう任せます。じゃあね、一応カウンセリング完了しましたので、この後実際ちょっと部屋移動して、デザインのラインのね、風景とかお伝えできたらなと思います。はい、じゃあ今からね、実際にちょっとお顔を触りながらデザインの方を進めていくので、じゃあちょっと打ち合わせしていきますね。やっぱり何といっても、やっぱこのボリュームですよね。こことこっちのボリュームね。でやっぱりこうどうですかね、こう右側の方が少しこう厚みがあるように感じる感じはあります？普段はい。そしたらね、じゃあ自分でこういう風にしたいっていうのをね、ちょっとこう自分でやってもらっていいですか？さっきを見せてくれたやつ。そういう動きですね。わかりました。だから、今回のご希望されているのは、こう顔が上がるのもそうなんですけども、比較的、この顎の骨、英語で言うとこのジョーラインっていうんですけど、この顎の骨がこう強調されるように、
この鏡骨をラインに沿ってこう上げてほしいっていう風なご要望なので、今回はまあそのご要望をこうもうそのまま形にするように、やっぱりちょっと耳の真ん中の正面あたりから中点を作って、この顎のライン、顎骨のラインをこう綺麗に出していくように、ちょっとデザインしてみたいなと思います。この、まあ、ここで1本目でここでこういうふうにリフトさせてもらって、うん、どうですか、ここも気になりますね、こういうボリューム。そうですね。じゃあ、 まあイメージ的にはこうバッカルファットのボリュームがこう丸があるんですけど、まあ、バッカルファットの下半分をしっかり捉えて、それをこうもうさっき指でやってくれたみたいにこうグッと引き上げるような感じになりますね、うん、デザインラインのイメージとしてはね。こっちもこうバッカルファットの下半分を捉えて、でそれをこう耳の前に移動させるっていうイメージになりますね。まあ、今回は糸リフトの動画でその顎のラインをこうしっかり出すっていうところにこう主眼を置いた、まあ、そこにこう集中したそこだけを目的とした、まあ、リフトのパターンも、まあ、あるよっていう意味での、まあ、動画だったので、で、まあ、実際は、まあ、糸で顔を上げるってなってくるとまあ今日のね、もうこの顎のラインを出すような入れ方もありますし、まあ、普通に頬をこう斜め上に持ち上げるような、まあ、通常のこのフェイスリフトに近いような糸の入れ方もありますし、まあ、さらにまあチーク部分を引き上がっているように見せるために、まあ、この頬骨からさらに上の部分を利用して、まあ、注入するっていうそういうパターンもありますし、まあ、実際その糸のリフトもやっぱり一概にこう
まあ、一つの施術なんですけども、まあ、本当にまあその人の顔の状態とか、あとその人の要望によって、まあ、いろんな注入パターンがまあ無数に考えられるので、まあ、今日はまあその一つの例として、まあ、この顎のラインをまあきれいに出すためのまあ注入の仕方っていうところにちょっと焦点を当てて、動画をお届けしました。ありがとうございました。